はい、こんにちは、小太郎です。翔太君です。2022年6月30日までチャンネル登録者5万人を目標にしてます、はい、いいねと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。お願いします。でね、コメント毎動画で言ってて、まあもういい加減うるせえよって思ってる人もまあたくさんいると思うけど、毎回返してるでしょ、毎回毎回返してるでしょ、まあまあ、もう秒速で返ガヤうるさい、もう映してもらえないから、うるさいから今日会ったこととかいろいろコメントして、それということで本日のお願いします。いくつかちょっと質問をさせていただいてもいいですか。質問いいですか。まず好きな食べ物。バナナ。バナナっぽい、完全っぽいもん。足何センチですか。足はラオシャンロンぐらい。出身は。出身はフィリピン2丁目。ということで、本日は動画の本数が少なくなってきたので急遽呼んで彼とは思わない。ちょいちょいちょい本数稼ぎここまで呼ぶな。今年はコラボ増やしていきたいんで。それな、わかる、ね、本当にちょっと彼ともね機会増やしてワンワン以外でもいろいろやれたらいいなって思ったり思わなかったり。そう、ちなみにこれはあんま行ったことなかったんだけど、スラックフルの視聴者でこうまだ僕のチャンネルをねチャンネル登録してくれてない方がいると思うんですよ、はい、なんでぜひ僕のチャンネルもあ、もうじゃあ彼のチャンネル見て、はい、チャンネル登録してみてください。それ見て面白くなかったら解除していい、はい、ということで、ワンワンやっていきたいと思います。はい、9点で1、2、はい、四方カズスちっちゃい頃、うちの前に住んでたっしょ。あっ20 うわぁ、うわやばいやばいやばい、においてさ、捨てるか捨てないかみたいな、うん、結構あるじゃん、うん、サボってるっちゃサボってるけど大事っちゃ大事じゃない、うんうん、めっちゃ大事じゃん正直。大事だね3は。そうだ、どこで捨てるかとか僕はこう思いますみたいな意見があったら聞きたいです。僕は結構どこで捨てるかみたいなのは割とあるんで、皆さんどうなのかちょっと聞きたいなと思います。コメントお願いします。何かありますけど。そうですね、やっぱさっきの動画見たら分かるし、まあ、僕の動画見たら分かると思うんですけど、やっぱチャンネル登録、高評価、コメントの呼びかけすごい大事じゃん。ね、まあ、でも分かってると思うけど、まあ、これってやっぱこう前と比べてね、こうしっかりそういう数字の部分も気にしてこう上に行くっていうその意識が多分強くなった、お互いね、まあ、そうだったと思うんですけど、はい、最近俺もそれをしっかりやるようになってこう楽しく結構伸びてきた、はい、なんだけど、で俺は、ね、結構自分の中でこうスナックと、まあ、早くそれ差をつけたいみたいな。前まであんな差があったけど、こう羽織ってる期間に一気にこう行かれたから、もう今同じぐらいの、あ、伸びた、今日伸びた、さっきどれぐらい伸びてるかこう見た時にやべえ、こう
もう300人ぐらいがずっとさ並行してんだよね。なるほどね。サッカーショートが強い。まあでも俺はその人と比べるのは別にあんま良くないっていうか、人と比べる必要ないし、え、急に入ってきたよ。まあ自分何でもいい、カゴつけてるのもいいんだけどさ、あのラウンド1に置いてあるバスケットボールやんて。お前さ、お前待って、立ちからとかじゃなかった。待って待って待って、立ちからとかじゃなかった。そっちゃな、お前さ、今日これ俺らにスワッグクルーに会いに来てくれたリスナーさんのボールなんですよ。いい加減にしろよ、お前。いるから。ってことよ。ミカサってどこ？ゴーさん。ゴーさん。よいしょ。よいしょ。ここは捨てたくない。おお。今のは捨てないとこっす。今のは捨てないとこっす。ただちょっと捨てちゃってたっす。お、お、うまい、うまいよ。え、うお、今なんか触った当たり方じゃなかったんだよ。ゴーゴー、あんの？おわお！6号です。あ、打つんじゃない？打つんじゃない？おお。え？やばい。おお。おお。ドリブルからのスリーないんですよ。僕知ってるんですよ。シラちゃん、シラちゃん、シラちゃん、じゃあ入ってないんだよ。いいよな。狙ってくるんだろ。分かってるよ。お前のチェックくるの分かってるの。おお、びっくりびっくり。え？やばい！そうだね。なんかあれ、地方行きたいなっていう。地方のインフルエンサーとかボーラーたちと、ちょっとやって、まあ、コラボだから、まあ、気づいてると思うんですけど、僕らそういうのしないんですよ。そうそう、あんまどっかに行くとかやらないんですよ。それ大事っすよ。どうなんですかね。まあ、やりたいと思ってて、まあ、呂布カルマも言ってましたけど、はい、地元から出ねえのはダセえぞって。外で稼いだ金を地元に使う。なんかよ。